2024年9月18日、遠くにこんなスレが立った。本当に賢い子ってどんな子？元教員が出会ってきた、賢い子に共通するある特徴とは？どんな子？早速スレを見ていこう。いつもテストで100点を取る A さんと、70点を取る B さんがいたとします。どちらが賢いかを聞かれれば、圧倒的に A さんと答える人が多いのではないでしょうか。そこに一つ条件を付け加えてみます。二人とも、挨拶をすることが大切だと知っていますが、A さんは自分から挨拶をしたことがありません。一方で、B さんは毎日自分から元気よく挨拶できます。A さんと B さん、賢い子はどちらですか？と聞かれたとき、少し考えてしまいませんか？テストの点数が高いのは素晴らしいですが、人に挨拶できることも生きていく上で大事なことです。目に見えない、心の賢さは、これからの時代を生きていく子供たちにとって大切だと私は考えています。それが、賢い子だと教えるから、賢ぶるバカが増えるんじゃないんですか？ポイント稼ぐためにな。つまり支配層に都合いい奴隷教育というわけ。賢くない子。お前ら的にはな。位置みたいなのはそもそも賢い子とは勝手が違う気がする。書き手がいいなぁこのことを思うタイプを賢いと呼んでるだけ。社会に出ると勉強よりも人間性が重視される。だよな、小学校の同じクラスで中学を受験して名門次第行ったやついるけど、今はクソみたいな中小企業で働いとる。多分発給、俺は小中高体全部公立で、今は普通に大企業本体勤務、教育にかけたコストパフォーマンスが違う。大学受験まではずっと点数を1点でも多く取りなさいって言われるのに、大学に入るといきなり、人間力ですとか言われ始めるんだから、これがすげえ罠だよなと思う。今まで言ってたことと違うじゃんっていう、ガリ弁してきた層は何をどうしていいかわかんなくなる。社会に出ると一緒にサボり合える仲間が必要である。できる奴が来ると自分の無能が目立つので排除しなければならない。つまり出る杭を打つ協調性だ。コンパに自分よりイケてる、奴連れていかない理論か。全部公立から現役で東大や国立医学部進学していく子、親としては中学受験費用も私学の学費払わないで子供会社や超大手就職とか、確実に子ガチャ当てた感じだろうな。お前らは30点を取る挨拶しない C さん。話しかけられなくて話したかったら自分から話しかければいい。いちいち心の貧乏人の相手したくない。他人に媚びを売って気に入られようとすることが賢いことだと教えるってことか？ある意味正解だがある意味間違ってるな。教師が自分の価値観を押し付けて教えることが正解なのだろうか？才能を見抜き育てる能力がない自分たちの無能さを棚上げしてるだけ。挨拶はバカでもすぐにできるようになるが学力はバカには一生身につかない。何でも鵜呑みにしない子。まあ、挨拶だけじゃなく挨拶も含めた総合的なコミュ力なんだろうな。実際コミュ力があれば多少学力が劣ってても世渡ししていけるってことは多いし、逆に我々のようなコミュ障には人権はねえって雰囲気が世の中強いし、しかし学校では教えてくれないので自力で学ぶしかないという。誰にでもまた開く可能性の高いのはどっち？道を踏み外しやすいのかどっち？引きこもりになりやすいのはどっち？そもそも賢いって定義、条件って何？それは誰がどういう意図で何のために決めようとしてるの？ 3 歳の娘の IQ を130までに伸ばしたって売りにしてるような奴は、どうせクソ教員だったので、躊躇なく教員辞めてるんだろ。賢い子って、点数とか、挨拶とかでなく、すぐわかるよ。もう一つ、友達に好かれるだろうなってこと、ああ自己中で嫌われるだろうなって子もすぐわかる。定義するなら、親や先生に放置されてても、勝手に学年1位から東大や医者になっちまうような子かな、無課金組。バカじゃないの。放置する環境に影響を受けるだろうが。積んでるエンジンが違う子だと、放置しておいても勝手に中学時代から全教科偏差値70だよ。マジで、50なんて数字取らないんだよ。マジで。挨拶しない奴は性格が悪い、と捉えられがちだが実際はそうでもないと思う。実際は単にシャイってだけのことが多い。要はシャイボーイは周りから性格悪く見られてしまいがちという不幸。しかし個人的には挨拶って慣れのような気がする。言い慣れてるか言い慣れてないかのさ。だからスポーツの素振りと一緒で挨拶1000本ノックとかしたら大体の人は苦手意識は減ってくる。だからこそ一部の学校では校門で教師が待ってて挨拶デーとかやってたりするんだろうな。この70点の子は将来有望な栄養になる。磯野勝雄はテストの点は低いようだが、人との交渉とかはめっちゃうまくこなすので、この子実はすごいんじゃないかと子供の頃から思ってたな。花沢さんの親父、不動産屋、が勝雄のことを気に入ってるが、いい栄養になると思ってるんだろうな。人当たりがいい奴はみんな栄養がうまい。人当たりのいい悪いも才能。外科医は手術スキルがすべて。人格破綻者だけど手術がうまい奴が優秀。まあ、医者は実質職人みたいなもんだと思う。ずる賢いのも賢いのうち。ノウハウを教えられれば誰でもできることばかり。挨拶は元気よくするが、手術が下手な外科医は、無価値なんだよ。
でも不愛想な外科医は損することばかり、今の時代。誰でもうまくできるようなオペだと、人格も査定になるだろうな。ほいで不愛想な医者だと今の時世、すぐに SNS で悪評垂れ流されておしまい。人当たりの良さも結局ノウハウでしかない。そんなものは才能でも賢さでもない。君の顔ではどれだけ努力しても無理。アメリカで20年くらい前の追跡データだったかな？70点でコミュ能力高い人が、社会的には富裕層になってる人が多かったってな結果。100点でコミュ能力低い人は官僚で、70点でコミュ能力高い人は社長って日本社会は適材適所でいいじゃん。結果的に富裕層になるのは正しい。でもそれは富裕層のベッドになればこそだし、そんな搾取構造をみんなで踏み固めて行き着く先は戦争だよ。賢いのか？オペをする犬は賢いって？バカじゃないの。まあでも日本で出世しやすい人って、自分の上司にとって、可愛い中堅に徹することができる人って気がする。だからお手をするような犬になれって例えは、少々言い方は悪いが間違ってはないかもしれん。その構造を作ってるのは富裕層なんだけど。出世したら金増えるだけで、毎日キャバクラ行けるだけで、頭がいいわけではない。そういうこと。ただ犬に金持ちの服を着せてるだけ。学校で強制的に競わせることで、支配層に都合いい人格形成を言っていく、そんなんわかりきってんだよ。しかも富裕層の子供は私立に、貧困層の子供は公立に、きっちり選別してる。それはちょっとわかるような気はするな。富裕層の学校に通ってる子には支配者教育をさせて、公立の学校に通ってる子には支配をされる前提でがおるような教育をさせて、そういう日本中で日本の教育は行われてる気はする。見えないやり方で、バカにバレないやり方で、貧困層を食い物にしてる。ずっとずっとね。小学校でフェルマーの定理とか四色問題とか ABC 予想とか全部解いたけど面倒いから全部回答してたわ。才能が9割よ。本当に賢い子は、最初から賢い子だよ。子供のうちから挨拶にこだわってるような奴は変化を起こせないだろ。挨拶したとかしないとかにこだわる奴は頭悪いだろ。議論で対立したら本筋とは違う人格否定からめてくるタイプ。本当に賢い子は大人を喜ばせるテクニックを身につけている子。未来史の能力がある子が賢いんだよ。これをしたらこうなるって未来が見えていれば、あえて危険だったり他人に危害を加えるということをしない。大谷がそう。友達を作る、周囲と良好な関係を築く、恋人を作る、そういった目的を達成するために挨拶は重要だよね。実際に本とか読み漁って勉強しまくってるのに、コミュニケーションがどこかずれてて、障害しろうと童貞みたいな人いるな。結構な割合で自分にとって都合のいい人間のことを賢いって言ってる気がするよね。ああ、何となくわかる気がする。確かにね。挨拶をしないことによってどんなデメリットがあるか想像できないから、挨拶をしないって選択をするんだよ。未来史の能力がないから挨拶をしない。どうして群れさせようとするかわかるよ。人に嫌われたくないと思ったら同調圧力に屈するからだよ。戦争の時と同じ。ワクチンも、愛する家族を守るためって打たされてるだろ。未来史とは、他人の気持ちを想像することも含まれる。自分がどう行動すると相手がどのように感じるのか、どう接するようになるのか、それを想像できる人間のこと。犬を賢いと思うか、猫を賢いと思うか。犬はあんまり賢くない、猫は賢く見える時がある。ところが愛想振りまいて下僕になる犬を賢いと思う奴らがいるわけよ。人を下僕にする猫の方がよほど賢いのに。おまけに神聖で頭いい子って、美術とか音楽とかも得意で、おまけにスポーツまでできるんよな。学年に一人はいたけど。進学校は大体文武両道で、部活で優秀な人の方が勉強の成績もいいんだよな。帰宅部は成績も悪い。バランスタイプが多いから進学校出身で世界で活躍してる人が少ないのだろうな。世界レベルで成功するタイプに多いのは突出した気違い。あれもこれもと欲張って成功できるほど甘くはない。中卒高卒で世界で活躍する人はもっと少ないでしょ。首に学歴証明をぶら下げてるわけじゃないから。お勉強できても会話すると頭悪いやつもいるし、高卒でも叩き上げの切れ者もいるがどちらも少数派だけどね。評価する側が無能だと、いくらでも、錯覚させれるわけ。君みたいにね。金持ちが金貸して、楽して稼いでる構造の方がよほど悪質だわ。2年生に1年生をいじめさせる教育だが、1年で辞めた帰宅部はパワハラをする側に回ってない。つまり手が汚れてない。汚れない人間は選ばれない。そういう構造になってる。これからの、綺麗な社会、を作る上で必要とされるのは帰宅部出身者。そんなものは作らせない。バイ富裕層。見破る子、吐き嫌われる子。バカなふりをする、が賢い子。勘のいいガキは嫌いだよ、ってやつだな。賢いっつうかコミュ力含めた人間力みたいな総合評価のことだよな。君が想定してるのはむしろ非人間だろ。挨拶ほうれん草は、前提条件だわ。それから目配り、気配り、心配りができてこそ社会人。つまり教員は常に発達障害に。
賢くない邪魔な子のレッテルを貼っているわけだ。はっきりそう言えばいいのにね。発達障害は東大生とかに多いから賢い。YouTube にある、本当は頭のいい人の特徴と書かれたサムネイル、バカが押すんでしょうな。頭の良さは成績は一切関係ねえ。頭の良さは個性的である。バカは没個性的じゃ。メンヘラ女とか Z 世代のいい子ぶってるクソガキとか、表面だけは真面目そうに振る舞ってルールはきっちり守り、人にも守らせようとしてくるんですが、うざくて虫ずが走るんだが、その割には自分のわがままが通らなかったり支配が及ばなかったりすると、すぐでかい声で感情的になってギャーギャーわめくやん。幼児みたいに、まんま幼稚園から成長してねんだよ。ずっとママに勘ったれてたから、エニアグラムで言うと 2W1 と 9W1 だな。そういうのは、カスなんで、大人を舐めてるから殴った方がいいぞ。調子に乗ると痛い目見るって教えてやらんとあかん。ああいう悪道は。賢いってのが社会に出て、うまくやれる際のことなら、人間性とはあまり関係が。確かにな、本当の性格がクソでも表面上いい感じに取り繕って人間関係を円滑にできるタイプもおれば、本当はいいやつなのにコミュ障で不愛想になって周りの評価さえ悪ってタイプもおるわけで、本当の人間性と社会の中で円滑にできるかってのは似て非なるものって気はする。常にハイコンテクストな空気読め力求められる日本社会の圧、対極ローコンテクストアメリカは自己主張弱いと生きづらい、安息安住しつらいそうな中間社会は地球上のどこにあるの青い鳥。心の賢さ、というよりも、挨拶されたら相手が気分が良くなるだろうなってのは、確率的に高いことであって、その確率的に高いということを理解できる子はそりゃ頭いいだろう。というか、例えばリンゴが木から落ちるくらい自然な法則だからな。挨拶されて喜ばない人間がいるってのは、そもそもそれは異常個体で前提が崩れてる。前提条件を変えて普通ではない。つまり実はリンゴの木はぐるぐる回ってる機械の中にあって遠心力が働いているので中心に落ちてきませんとか、実は宇宙空間だったので浮いたままです、みたいな話で、前提条件を教えられない場合は一般的な状態を推測するのだから挨拶するのが正解で、だから前提条件を提示されない以上、一般的な公式で解を求めるので挨拶できる子は頭がいいってだけ。気持ち悪い奴に挨拶されたら気分悪いだろ。人間のカーストというものを考えよう。鏡見ろって。頭がいいけど工業高校に進学して、工業高校が持ってる就職枠からものすごく生きように就職した人知ってる、賢い生き方ってのもありだなと思った。工業や商業も伝統校だととってもいい超一流の就職枠を持ってたりするよ。でもそこで首席を取る必要があったりする。だからその人も結局頭が良かったってオチだろう。なお同じ目的の生徒が複数いると首席争いはイージーモードではなくなる。愛嬌があるとペットとして可愛がられる。結果成功するから賢い。そんなずる賢さを褒めたたえるような一億総勝負社会。美しい国日本。トントン拍子に出世していく時期の秀吉ってそうだったんだろうな。天下を取った後は本性を見せ出すのが怖いところであるが。結局才能とか賢さなんて関係ない。可愛がられるかどうかだけ、ばっかみたい。人に可愛がられるという才能を持ってる奴もおるし、人に可愛がられるように振る舞うという意味の賢さを持つ奴もおるし。だから才能ではない。そんなものは教えれば身につけられるもの。どれだけ頭が良かろうが、コミュ力ない奴は社会から弾かれる。大学出ても成績がいい奴がコミュ力なくて就活失敗したり、逆に成績は良くないけど、コミュ力ある奴の方が生きように入社できてたり。まあ、前者が、うちの生っ子だわ。成績優秀なのにコミュ力なさすぎて就活失敗して、なんとか入った会社も、人間関係が無理で G 明けには辞めて引きニートになってたらしいわ。それを世間ではアホというのだろう。適応能力のない無能。俺は割と誰とでもうまくやれる方だから思うけど、それはその子と関係を作れない周囲のコミュ力が低いんだ。コミュ力ある同士でしか群れられないのはコミュ力あるとは言えない。それって単に好感度が高いとか好ましく思うってだけで賢さとは違うんじゃないの。しかし最近思うんだけど人間界で一番賢いやつって、どうすれば周りの好感得られるか分かってるやつだと思う。理屈上はこれができればどんな学校でもどんな職場でもうまくやってけるからな。言い換えれば処世術に長けたやつ。それは外見も含むから、以下たちが有利って話になる。何をしたかじゃない？どんな見た目をしてるかだ。賢くいい子を見かけると胸が痛む。大人になったらどうせ小賢しいやつに利用されるんだ。せやな、優しく誠実なやつは最終的に得をするなんてのは。残念ながら起きや話の中くらいなんだよな。実際にはクズみたいな奴に利用されて痛い目見ることの方が多い。不条理だ。人に好かれるってことが社会では一番重要なのよ。まあ嫌われる奴は誰からも嫌われるんだけど。俺はなぜか周りから嫌われること多いんすよね。しかし自分では全く理由がわからないな。不思議だな。俺は俺以上にいい奴なんて会ったことないんだけど。嫌われる点はそこだな。教員が見た賢い子？視野が非常に狭い記事だな。
賢いとか頭いいとかは時と場所によって違ってくる。挨拶とか礼儀は親のしつけだけどな。手を打てば猿沢の池のように、受け手の式によって様々だと。賢い人間だからといって、それが信頼に値する人間かは別。結構、賢く見える人間も偏った思考してるからね。博士が異常な愛情発揮できる会社用意してあげて。バブルの時に資本家サイドの社外主締めが乗り込んでくる習慣ができてボロボロになったんだろ。簡潔に言うと、周りがトロすぎる。でもね、世の中、周りの力がないと生きていけない事実があるから、周りに合わせることになる。それがストレスとなって自傷する。二流はセオリーを守り、一流はセオリーを逸脱する。裏を書く、常識人は二流なのだ。地頭いい子って塾行かなくても教科書&授業だけで理解して問題解けるよな、裏山。挨拶って俺も子供の時何の意味があるのかと思ってたし恥ずかしくてできなかったけど、大人になったらこんな効果的なもんないなって感じるわ。挨拶は大事だよな。職場で挨拶をしない上司と部下がいるが、死ね、レベルで嫌いになるからな。人間である以上、他者とのコミュニケーション能力が賢さだと思うな。AI と討論ができる時代になってるが。今回のスレはここで終わってしまいました。皆さんはどう思いましたか？ぜひコメントよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。